こんにちは。新春読書会の宮沢です。純粋理性批判の続きの解説をしていきます。103ページです。後ろから6行目。私は時間に経験的実在性を認めながら、絶対的先見的実在性を拒むという私の理論に対して、学者の側から一斉に非難の声の上がるのを聞いた。してみると、こういう考察に不慣れな読者からも、 当然これと同じ批判が起こるに違いないと思われる。つまり変化は現実的に存在する。我々が一切の外的現象並びにその変化をいくら否定しようとしても、我々自身の表彰の変化はこれを証明している。ところで変化は時間においてのみ可能である。それだから時間は現実的なものであるというのである。しかしこの批判に答えることは良いである。私はかかる議論を全て承認する。時間は確かに何かある。 現実的なものであるということです、えー。実在性とか現実的ってことはリアルってことですね。まあ、リアルってことが何なのかっていう問題がここで問われてるんですけども、カントは時間は純粋直感の形式であると言ってます。時間というのは概念じゃないってことを何度も言ってんですね。 えー、で、先見的な関連性があるけども、先見的な実在性はない。実在して何があるものではない。我々は時間をものとして扱ってんですよ。実際、ものとして扱ってるかのように普段過ごしてる。教室にある時計の針の動きを見て、あの針の動きが時間だと思ってる。あるいはデジタル時計を見て、刻々と数字が変化していくのを <laughs>、 時間だと思っている。あれは、時間を測るために便宜的に何かを動かしてるだけであって、時間って目に見えて、あるもんでは、ない。それだけ取り出せるものではないってことをずっと言ってます。えー、時間というのは直感の形式だって、何かその、ものとしてあるわけじゃないわけですよ。一応その、数字のある一定のリズムとかで、 測かってはいますけども、それは便宜的にやってるだけであって、時間そのものと無関係であるということを、カントはずっと言ってんですね。で、時間は、その経験的実在性、エンピリカルリアリティって英語では、英語で見たら書いてありましたけども、あの、時計の針が動いてるような経験的実在性はありますよ。デジタル時計の数字が動くような経験的な実在性あるけども、 絶対的、先見的、実在性っていうのはないとあれに。人間というものを取り除いてどこかに時間があるってことない。私たちの意識の直感の、直感というかい、私たちの直感の中にしか時間は存在しないんですねあれ。私たちがいなくなってしまえば、私がいなくなれば私の時間というのはなくなっちゃう。私の時間において表彰されている私も、えー、私という存在に対してこう訴えかけてくる、 何か対象物の減少の時間性も、私の直感がなくなれば、一緒に消えてしまうってことを言ってるんですね。で、まあみんな避難したとえ。なんで時間をね、その、どっかにあるリアリティとして、形式として把握しろというのが時間というのはあるんじゃないかと。えー、みんなが批判するんですけども、それに対しては、 現実的であると。時間での現実的であるけども、その我々の意識を取り除いた上でどこかにあるもんじゃないと。我々の意識の中にある,あるもんであって、えー、我々の外にあるリアリティではないんだと。我々の純粋直感というものの形式という形でリアルに意識の中にあるもんであって、えー、それ以外の自分がいなくなった後に外に時間、 がある。実在してるわけじゃないってことを言ってるんですねで。104ページです。時間は確かに何かある現実的なものである。要するに時間は内的直感の現実的形式なのである。従ってまた時間は内的直感に関して主観的実在性を持つ。主観的実在性っていうのはサブジェクティブリアリティって言ってるんですけども。我々は時間に関して確かにリアルだと感じる。私たちが直感の形式を持ってる以上、 時間をリアル、時間の変化をリアルに感じてる。なぜなら私たち年を取ってきますね。1日24時間。えー、朝元気でも夕方になるとくたびれてくる。年を取るとだんだんこの寝る前になってくると神経質な、なってきますね。私、今日、虐げられた人々、ドステスキーの読んでたんですけども。えー、なんか地主のね、ニコライ・セルゲービッチっていう人が出てくるんですよ。それは年取ってくるごとにね、夕方になると不機嫌に神経質になってくるって書いてあって、 いや、自分もそうなってきてるな <laughs> と思って、体力がなくなってきてるからですね。だんだん、あの、夕方っていうか、まあ、一日の終わりになってくると、だんだん不機嫌になってくる。だから酒とか飲まなきゃやってらんないっていうか、なんかイライラしてくんですよ。これなぜかというと、我々は、時間に関してリアルに、だんだん疲れてきて不機嫌になるっていうリアリティを感じてるわけじゃないですか。これはサブジェクティブリアリティですね。主観的実在性がある。 夕方になると、夕方まで時間が経つと、主観的実在性として体が変化してきて、疲れが、まあ、年取ってくると節々痛くなったり、イライラしてきたりして、こういう主観的実在性、これは時間がどこかにあるから、こういう気持ちになるんだって思うんですけども、外に存在してるわけじゃないんですね。うち内的直感に関して、主観的実在性、時間が変化したことによって、 自分自身の表彰ですね。自分自身の体調が変わるっていうことですね。というふうに、実在性を、まあ、時間にた対して思うけど、時間ってのはどっかに流れてる何かじゃ、川の流れのようにどっかにあるわけじゃないということですね。直感の現実的形式であると。で、続きです。還元すれば、私は実際に時間表彰と私自身が時間において規定されているという表彰を持っている。 時間表彰。我々が時間表彰を持っている、まあ、時計が、デジタル時計が動いているという形で時間表彰を持っている。あるいは、私自身が時間において規定されているという表彰を持っている。夕方になると、ミドルエイジや夕方になると、なんかちょっとイライラしてくる。くたびれて。<laughs> 横になる。<laughs> で、こういうのはなぜ起こるかっていうと、酒を飲む。 これは我々が実際に時間表彰と私自身が時間において規定されているという表彰を持ってる。だけど時間がどっか外にあるわけじゃないんです。どっか流れてるわけじゃない。あー川の流れのように、なんか、ミソラヒマの川の流れのようにどっかで、ね、時間が流れてるわけじゃないんですよ。 えー、でもう一回読みます。還元すれば、私は実際に時間表彰と私自身が時間において規定されているという表彰を持っている。それだから時間は現実的である。しかし、対象そのものとして現実的なのではなくて、私自身を対象として表彰する仕方として現実的なものとみなされなければならない。ということです。私自身を、あの、私自身の表彰っていうのは、私自身の時間形式の中ですが、 私自身が減少化してないわけですよ。時間がどっかにあるわけじゃないです。内的形式とあるとして時間というのは直感の中にあるから、私が今こうして何か活動、意識を持って活動しているって、減少化が可能であるって、まあ、表彰されてるってことですね。ということになります。物自体のとしての私は時間や空間と関係ないのかもしれない。それを、まあ、ショーペン・ハイルはそれを持って意志って言ってるんですけども。 どっかに意志があるんです。時間と空間から関係ない私の実体としての意志がどっかにあって、人間っていうのはたまたまここに肉体を持って減少化してるけど、これは仮の姿であると。本当は意志という形で、時間も空間もないどこかに、えー、別のリアリティとしてあるっていう考え方を、まあ、あの、関東の弟子ですから、正面ハウェルはそうやって考えてるんですね。 あショーペンハイリの自殺についてはね、細かく解説する音声をメンバーシップの方で、えー、公開しております。今、メンバーシップ埋めで、1490円で全部聞けますけども、あ、全部は聞けないか。あと順,順番に今、20ぐらい公開してますけど、今日2024年の10月31日、まあ、1190円の方で全部聞けます。まあ、徐々に、あの、毎週2本ずつ公開してるんで、えー、関東と一緒に読んでもらえるショーペンハイオリの音とよく上がります。 ということです。だから私はね、時間という現実的形式、直感の現実的形式の中で、あの、減少化してる。減少も表彰も一緒ですけども、とかに、まあ、私のご本尊はあるんだけども、えー、私が私として、この、シャバ、シャバっていうか世間に、減少化してるのは、時間と空間があるからですね。私の内的直感の中に、時間と空間があるから、減少化してるんです。 というふうに考えるんですね。なんでそんな考え方するんだっていうけど、こういう考え方をすると説明できることがたくさんあるから、こういう説明の仕方をしているということをご了承ください。で、続きです。えー、6、5行目。もし仮に私自身なり、あるいは他の存在者なりが感性というこの主観的条件を度外視して私を直感しうるとすれば、我々が今自分自身の変化として表彰しているところのこの同じ規定は、 ある種の認識、すなわちそこでは時間表彰も従って変化の表彰も全く現れないような認識を生じることになっているだろう。ということです。えー、内的直感の形式も抜きにして自分というものを表彰する方法はないんですよ。表彰できたとしたらもう時間と空間と関係ない何かとして認識することになるんだってことです。まあ、それはショーペンハールやはり意志っていう。意志っていう何かの。 その場合、意志っていうのは何なんだろうね、力みたいなもん。力 <laughs>。力ある強さ <laughs>。ある強さがあって。時間と空間っていうき内的直感を与えられると、それが肉体を持った誰々さんっていう形で現象がしてるんだって考え方ですねい。その意志がですよ。で、続きでしてみると、時間の、えー、経験的実在性、やはり我々一切のあの 一切の経験を可能にする条件である。まあ、時間には経験的実在性ある、エンピリカルリアリティはあると。それは私たちの純粋直感の形式として、内的直感の現実的形式としての実在性を持っていると。で、次は、ただ、上に述べたとおり、時間に絶対的実在性を認めることは全く不可能である。絶対アブソリュートなリアリティはない。 なんか外に存在するものとして時間を考えることは無理。もうとにかく私たちの中にある。時間は我々の内的直感の下心丘ならでここでも,もう一回言ってますけど。もし時間から我々の感性に特殊なこの条件が除去されるならば、時間の概念もまた消失する。つまり時間は対象そのものに付随するものではなくて対象直感するところの主観に属するのである。 だから時計ってものがあるからね、時間っていう概念があるんじゃないかと思ってるわけですよ。カレンダーがあるから時間っていうものがあるんじゃないかと思ってるけど、そうじゃないんで、我々の内的直感として時間があるだけで、カレンダーとか時計っていうのは、砂時計でも何でも、ああいうもは、私の内部の時間意識を反映してるだけなんですよ。私たちの中に内的直感の形式として時間があるんであって、外に何か刻々と刻まれてる、あの、 時計の針とか砂粒の降りて、落ちていく動きっていうものに時間があるわけじゃないので時間概念っていうのは、我々がいなくならないとその時間概念も全部なくなってしまうということを言ってます。で、この中華いであります。私は確かにこういうことができる。私の表彰を相次いで契機すると。しかしそれは私が私の表彰を時間的に契機するものとして、歓迎すれば内的形式に従うものとして意識しているというだけのことでしかない。それだから時間は、 何かあるもの、それ自体でもないし、えー、また物に客観的に付随しているような規定でもないということです。我々の内的形式が、我々っていうものを普段にこう、ドミノ倒しのように、ドミノ倒しですね、サクセッショナル。刑事的時間の前。<laughs> 私たちはドミノ倒しっていう形式の中に現象化してる。ドミノみたいなもんですよ。倒れていくドミノみたいな形で存在してるんですよ。 あの、こ心のな中に、まあ、心の中にっていうか <laughs>、あの、我々の中に時間があって、我々の心の中にドミノがずっとたどた倒れ続けてる。それは我々が時間と空間という内的形式を持ってるからそのみ、そのドミノが倒れてるだけで、そのドミノが倒れてるのが自分自身。そういうふうに、えー、考えてほしい。でも、そのじ、 現実的形式、直感の形式としての時間と空間があればもうドミノも倒れなくなる。何もなくなっちゃう。一切認識できない何かになっちゃう。という考え方をカントはしているということです。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。